はい、キーナイレッドサーモン3発目です。いやびっくり、いい場所に来たんだね。で、またしてもしっかり口の刺さり方、もう見えてると思うけど確認しましょう。口の中からほら、はい、口の中からしっかり、おーおーおー、口の中からしっかりと外側に向けてこれかかってます。だから紅酒はスナックではない。ちょっとこれは場所に左右されるのが正直一番だと思うけど、紅酒はスナックではなかった。全然ちゃんと食べます。当たりもコツコツってちっちゃいけど、あの、あります。ちゃんと食ってるね、こいつは。ただやっぱり1時間もしないでいきなり3匹なんで、ちょっとした当たりでもすぐに合わせたくなっちゃうけど、魚の時はもう分かる、グッて止まるから。で、早合わせする必要はない。そんなに早合わせしなくても大丈夫だから、ゆっくり、あ、魚かなと思ってからグッと合わせ、当たりを、合わせを入れるぐらいでももう全然十分。早合わせをしなくちゃいけない釣りではないんで、早合わせにばっかりとらわれてスナックフィッシングにならないように気をつけた方がいい釣り。あとね、フライはちょっと後で見せる。ただやっぱりね、場所が大事、それが一番、ほんと。3匹がキープリミットなんで、今日はこれで魚釣りは終わりにします。いくら釣れるからってね、何匹も何匹も釣りまくる気はないんで、キープリミットが終わったら終わりにします。いや、キーナイリバ好きになっちゃうね、これは。本当にフライはね、もしかすると関係ないかもしんないけど、よく言われてるセオリーのピンクとかチャートではないです。え、これでいいのっていう感じ。結構面白いフライになってます。あとこの釣り方に関してだけど、そうだな、あんな感じなんだよね。で、引っ掛けるとき、引っ掛けが大好きな人はピックアップの時に思いっきり竿を煽るんだよね。あの人はやってない。あれでね、しっかり当たりがあるんだ。ほら、かかった。ああ、違うね。あ、魚かなと思ってから合わせる。それで十分。早合わせをするとスナックの釣りになっちゃうんで、この釣りは。そこがまずいかな。うん、それ以外は別に。無理しないで、ゆっくり、かかるときはかかる、かかんないときは場所が悪い、そんぐらいに考えておいた方がいいかもしれない。このレッドサーモンの釣りはあんまり肩肘張ると疲れるしね。腕じゃないわ、多分針でもない。ただね、俺の針だとね、ちっちゃい魚も加えてくれる場合がある。あと刺さりがいいからバレづらい、いろいろあるけどね。とりあえずお魚ちゃん取れました。3匹やったね、イエイイエイイエイでした。